俊彦、尾形俊彦、多分去年早期退職制度使ってたくさん退職金もらってよかったね俊彦。岸田さんに逃げるんですかって一発ぶちかまして有名になったな。よかったな俊彦。お前何やってんだよ、どうしちゃったんだよ、めちゃめちゃ心配してるよ。お前さ G7 でせっかく一発芸かましてさ有名になったんだからさ、あんまり言い訳しない方がいいんじゃないか。あのお前のツイッターさ、ツイートな読んだけど、ごめん、やっぱ文章苦手やっぱ。うん、なんか朝日でね長いこと朝日新聞で勤めてたみたいだけど、文章やっぱ最後まで苦手だったのかな、ごめんな。最後まで読んだけど何言ってるか分かんなかった。うん、一個だけ分かったのは、隣に座ってたドイツ人が褒めてくれたから俺は偉いって、そこだけ分かった。うん、偉い、すごい。普通はね隣に座ってるドイツ人って褒めてくんないから、うん、すごいわ。俺もね隣に座ってるドイツ人に褒められたことないんで、なかなかないと思うよ。皆さんも多分ないと思うんですよね。たまたま隣に座ってたドイツ人がさ、今の質問よかったよなんて言ってくれることほとんどないと思うんだよね。うん、いや本当よかった、すごい、お手柄だね。すごい質問だったと思う。逃げるんですかとね。まあ時間まあタイトだったからな、きしな。もともと4問しかやらねえっていうさことで言ってさ、あとほら世界中の首脳を待たしてるわけじゃん。だからほんと分刻みだったと思うんだけど、よかったな、お前相手にしてもらってな。うん、爪痕を残せたと思うんだ。うん、まあ年は俺と同い年だけど、お前まだ独立したばっかだから、うん、フリージャーナリストとしては駆け出しな。うん、相撲で言うとお前まだ序の口だから、だからそういう意味ではやっぱりさ、今ほらネットフリックスでサンクチュアリってやってるけどさね、あれの猿翁みたいにさ、最初はちょっと ね悪さして爪痕残さねえと、うん、初期の朝青龍みたいなことやんねえとさダメだから、お前のあの朝青龍質問を爪痕残したんじゃねえ、よかったと思うよ。思うんだけど、まあつってもさ、なあ序の口の爪痕だからさ、あんまりあれだけ引っ張ってさ生きない方が俺いいと思うんだよね。ほんと心配。なんかほらあの芸能界よくいるじゃん、あの一発屋的な、うん、デビュー曲がヒット曲でそのままいなくなっちゃうみたいなさ、ね、ね、ギブミーアチャンス歌ってたなんだっけなサムシングなんとかなんだっけ忘れちゃった。ほらこんな感じになっちゃうんだよ俊彦な、お前もギブミーアチャンスみたいになっちゃうぞこのままいくと。だからあんまりさ、その一発目の爪音じゃなくて、なんていうの、こっからのさご活動、うん、ご活動頑張った方がいいと思うんだよね。うん、でなんか津田大輔さんにねお世話になってるらしいんで、津田さんよろしくお願いします、あの尾形のことよろしく頼みます。はい、津田さんお世話になってるみたいなんで、まあその界隈ではね津田さんといえばさ出世頭ですから、まあ、よくねお世話になってさ、うん、チャンスもらうといいと思うんだけど、やっぱこのままだとさね、ギブミアチャンスみたいになっちゃうよ。やっぱ猿岩石のね有吉さんみたいに華麗なる復活してさね、お前もほらポリタス TV で MC 欲しいだろ仕事な、そのためにはさやっぱ俺この一発だけじゃ俺ダメだと思うんだよね。だこの件引っ張ってさクダクダ書くのもいいんだけど、ツイッターでそれとなんかちょっとそれだともう過去の栄光にさ、まだ新人なのにさ、なんかもう過去の栄光にすがっちゃってる感じがするんだよね。うん、俺もあの業界よく見てきたんで、ほんとねお前のこと心配してる。お前させっかくさここまでな頑張ってさ一年復帰して早期退職制度使ったんだろ多分なあ、その退職金が切れないうちにさ、やっぱりこう自律的なビジネスモデル確立しないとな。うん、なかなかやっぱフリーで生きていくのって大変だぜ。うん、でその G7 の一発屋みたいな感じでさね、まあまだみんな覚えてくれてるうちはいいんだけど、忘れちゃったらどうすんだよな、次の一発仕込まないとダメなんじゃないか。うん、っていうかお前
次の一発何出そうか悩んでねえか。ストレス溜まってんじゃねえか。まあさ、よかったら俺と一緒にミッドウィするかな。ワンツーワンツー、逃げるんですか、逃げるんじゃねえ、逃げるんですかみたいな感じでさ、うん、追いかけてってのね、ストレートね、ぶちかましていこうよ。追いかけてっての蹴りな、そういう感じでさ、ガンガン追い込んで、まず自分追い込んでね、自分追い込んだところからの次の一発が俺出るんじゃねえかなと期待してるんで、まあいずれにしてもさ、5月度頑張ってくれよな。まあ六本木でも新宿でも渋谷でも俺のファイトビットあるんで、どこでもいいよ。浜松町にもね、新しいのできたしね、どこでも来てもらったら年以降お前2ヶ月無料でいいわ。うん、そんでさ、俺と一緒にミット打ちの世界チャンピオン目指そうぜ。